緊張する緊張してる。いやいや緊張心臓が苦しくて一般人一般人いや違います、一般人じゃないですすいません、今日カイツカありがとうございます。あ、いやいや地元なので茨城のね、つくばのめっちゃうまいですよ、ね、美味しいです、食べてください、食べてくださいどうしましょう今日。あの今日全然アイロンしてないんですけど、やっぱり癖があって膨らんじゃうのと、で、はい、実はずっと長かったんですけど、はい、やっぱちょっと年を重ねてからちょっと髪にこうなんだろう力がなくなってきて、こうペタンとしちゃって顔がこうなんだろうこけて見えたりだとか、あと長くの見えるのが嫌で、実は去年ちょっと短くしたんですけど、うん、短くしてから髪型迷子みたいな感じで、あなるほど、そうなんです、ずっとそれまではだいたいいつも同じようなスタイルで長くしたんですけど、短くしてからがどうにもなんかこう切ってもらった時はあいいかなと思うんですけど、うん、なんかこうなかなか思うように、そっから先が、はい、どうですかね、僕の第一印象、はい、ここがめっちゃ重いですよね。そうですよね、で顔周りがもうちょい長さを残した方がいいんですよね、うん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 、なんでここが一番長いとして、はい、こっちがこうキュッとしていった方が、うん、頭の形も綺麗に見えるし、うんうん、さらに背も高く見えるし、はい、顔も小さく見えるんで、うんうんうん、ここの今ボブみたいになってボブなのか、はい、ボブちょっとレイヤー入ったボブみたいになってるんで、うんうん、もう襟足とか結構詰めてっちゃった方がいいかなと思います。襟足にもこう癖があってなかなか、うん、こっちはこうなってこっちはこう来てって感じなので、なかなか言うこと聞いてくれない、聞いてくれない、はい、あなるほどなるほど。でも正直ストレートって、はい、アイロンってどんな感じでかけます？アイロンは表面だけ、うんです。表面だけ、ね、はい、なんでストレートかけるにしても表面だけでいいかも、うんうん、もうちょい表面が長い方がいいですね、うんうん、全体的にちょっと切り込みがすごいレイヤー顔周りが短いんで、はい、ここら辺がもうちょいタイトに長い方が本当はいいんですけど、あ、まあ、言うても僕伸ばすことはできないんで、はい、あのここは切らずに周りを切って相対的に上が長くなるような感じのショートとか似合いそうです、はい、ちょっとこうして、そうなんです、前髪がですね、うん、癖があって、うんうんうん、絶対こうブローしてもここが潰れてしまって、ここね、もうここら辺に多分癖があるからまっすぐ落ちないんです、うんうん、ああなるほどなるほど、流しちゃってもいいんじゃないかな、うんうん、こっち側にバーッと流して、要はここのボリュームを出すために、はい、ここの毛を持ってきちゃった方が、あこういうパターンでいっちゃった方がかっこいいかなと思うんで、うんうん、でこれで表面が綺麗になってっていうパターン、うんうん、今なんかこれだと中途半端になりやすいんで、なんか分け目を右にしてあげる、そしてこの癖を生かしてあげた方がいいかなと思います、うんうん、なんかこう白髪がどうしてもあるから、ここ多いんですね。そうなんですだからこう真ん中にしとくとちょっと目立つのがゆっくりかなと思って、まあね、確かに確かに、どうしようかな、この生え癖結構強烈じゃないですか。そうなんです、そうなんで、ここはもうしっかり染めて、うんうん、でこっち流しにしてあげた方がいいかもしれないですね、うんうんうん、なんかこれまっすぐ下ろしてこのカットラインだと結構結構な重さになるんで、うんうん、なんでそこはちょっとお任せください、はい、あもちろんです、はい、しっかり染めますので、はい、お願いします、はい、本当はねちょっとなんかハイライトとか入っててもちょっとおしゃれでいいかなと思うんですけど、うんうん、ストレートしちゃうんで、はい、表面に出せないから、うん、ストレートとカラーとカットで今日はかっこよくしましょう、はいはい、ありがとうございます、はい、ちょっと横からですねはい、じゃあこんな感じで、ちょっと今ボリュームポイントがすごい、ここが重いですね、ここが重いのに上が軽いんですね、軽いしスイートあるしレイヤーが強く入っちゃってるんで乗っかってる感じになってるんで、これが全部つながってタイトにいって、さらにこの襟足のあたりの癖もカットでがっつり収めていくような感じですね。ここめっちゃ重いですね、これもったいないんで、ここら辺っていうのをしっかりちゃんと削ってあげてタイトなショートで、顔周りは長めだから今とそんな変わんないんだけど、うんうん、こういうへこむようなうねりっていうのは全部ストレートで取ってやっていきたいかなと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ準備します、はい、はい、じゃあそんな感じで今日表面ストレートからいきます。表面ストレートしてカットしてカラーっていう、結構ねスタンダードなサロンではよく一番よく使うパターン で癖言うほどないんです。言うほどないし、すごいうねりが大きいわけじゃないんだけど、この独特のこのチリつき感っていうのがこうやってイラストツヤは出るんですね。多分ホームケアもしっかりされてるかなと思うんですけど、この微妙なチリつきがすっごい
っごい疲れて見えたりとかすごいすると思うんで、今日は簡単に還元力はこのままで pH 落としていきます。はい、ネオメテオクリーム pH 7.0 ですね、にいつものインクライン 10%、 1対 10% でいきます。こうすることによって pH 5.5 髪の東電点の宿毛矯正剤が作れるんで、しかもノンアルカリです。還元値もだいぶ低いんで安心してできると思います。塗って15分で流します。特にそういう前処理とかは必要ないんで、とりあえず塗りましょう。いきましょう。塗っていきますね。塗っていきます。前髪の癖ってでも取らない方がいいと思うんですよね、はい、なんでかっていうと、はい、すごいあの流れが実際綺麗に出したいんで、うん、これは絶対取ります、うん、ここは取らない方がいいのかなと思いつつ、意外に内側は取ってもいいかな。ここら辺気になりますよね、はい、確かにペタンとしますね。前髪をストレートアイロンで丸くするっていうのはそんなに難しくなさそうですかね。やるんですけど、うん、でも今マスクのせいかあっという間になる、はい、あだったら癖取った方がいいかも、うん、癖取っちゃうとマスクの蒸気とか湿気で変化しなくなるんで、ちょっと前髪もいきます、はい、まず1線ずついきますね、うん、そんな感じです。毛先までいきますか。毛先までワンタッチです。なんでこの鉢植えですね、こっから上いきます。下やっちゃうとボリューム取れちゃうんで、こうしっかりといきましょう。そう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 、茨城から来られた。はい、おー、ありがとうございます。もう茨城がなんかこれ薬剤作ってる時、あいつかあいつかってテンション上がってるから相当喜んでます。よかった。いや、なんか茨城でセミナー長さんがするから一緒に行かせていただくんですけど、はい、やっぱでも年一とかしかないんで、はい、私にはもう年に1回行けばいいんですけどね、仕事が忙しいからなかなかそっちまで行けないんですけど、年一回の幸せがつくまのめたいつかちょうど横なんで、いつもやってるところのこの文字は嬉しい。あの店舗で買われたんですか。駅で駅も行ってますよね、はい、東京にないんですかね。東京に買い使ってないんですかね。たまにあのなんだろう、よくあの物産展みたいな。そうですそうです。ああいう感じか。狙っていかなきゃいけない、はい、行かないと。買い使って本当うまいですよね。でも美味しいです、うん、幸せ幸せニヤニヤしてありがとうございます本当に。もうだいぶつくばのセミナーいつ行ったっけ。春前じゃなかったです。春ぐらいでしたかですね、うん、3月とかだったかな。あ、多分そんなくらいですね。来てるって思って YouTube 見てつくばはよく毎年1回はお世話になるんで。あ、そうなんですね。ああいい町ですよね。本当にいい町です。あ、でもつくばって土浦ですもんね。土浦です。そうそう、土浦の方が都会。いや、もうつくばの方が都会です。あ、そうなんですね、はい、うん、じゃあ行きましょう、はい、はい、確かに番組やっちゃった方がいいですね。はい、ペーパーでいきます。アリミのペーパーテックス4ストレートですね。さあ塗り終わりました。もうあとは時間を置くだけですね。緊張は解けました。はい、少しです普通の美容院なんで全然緊張しないでください。もう全然下町生まれの美容師と、なんだ、平等院の方の人なんて説明京都の田舎の方でございます。はい、 OK です。はい、塗り終わりました。こんな感じですね。で前髪はテーパー2つ、ごめん、前髪下段の下に、コットン引いてください。おでこの熱で反応が早くなったりとか周りと差が出ないようにコットン1置いておきます。であとは全体の表面2000円ぐらいですね。2000円ぐらいっていうのをちょっとずつ塗って、でもう本当にオールです。オールで塗って15分置いたらもうそのまま流します。で、まあ中間処理いつもの感じでヘマチンやってシャンプーして 4.5 のチェンジリンス、ネオメテオクリーム 4.5 でチェンジリンスして、軽く流したらドロップ、アルテマドロップのチェンジリンスで流さずにそのまま上げてきてください。お願いします。どうしたん。芋出す。あ、そうやって冷めた目線するんです。まあ上げないですから。出すもんです。あいつ滑ってますよ。芋だいぶ滑ってます。いいです。私にはだって芋が待ってます。芋が待ってりゃ何でも OK、はい、芋は世界を救う、はい、大好きなカイツクが待ってます。本当ありがとうございます。幸せ。いや、もらった身で言うのもなんですけど、買ってきてよかったです。本当よかったです。ありがとうございます。本当。はい、じゃあそれで時間置きます。はい、よし、お疲れ様でした。はい、じゃあ行きましょうね、はい、後ろは短く切るところ、はい、これを首に毛が入らず、はい、しましょう。はい、ということでカットいきます。でカットなんですけど、宿毛矯正の一液つけて還元させた状態で中間処理します。中間処理をした状態でカットすることによって、中間処理ケラチンと CMC がしっかりと吸着してくれる。さらにクリープですね、還元は一液を流した後にもしっかりずっと作用してるんで、まあもちろんスピードはめちゃめちゃ落ちますけど、ゆっくりでも還元を効かせてあげるっていう意味でもこの場面でのカットっていうのはおすすめです。で中間処理はメテオのコネクタ5倍希釈ですね。
活性ケラチンによってしっかりと髪の補修を行います。さらに加強剤が入ってるんでしっかりとねじれっていうのを取ってくれます。ツヤツヤの仕上がりになるで、ケラチン以外のもの全てが入ってるのがアルテマのアクア原液ですね。アルテマのアクアを使うことによってしっとりとした柔らかい髪質っていうのを作ることができます。この2つが最強の処理剤だと僕は思ってます。よし行きましょう。じゃあちょっと短くしてもいいですかね。はい、はい、行きましょう。頭の形が若干こう下なんですね。膨らみが上がペタンというよりは下に膨らみがある感じなんで、その膨らみを上に上げていくようなイメージで今日は切りますんで、はい、ちょっとグッと下見てください。はい、はい、じゃあカット解説いきます。じゃあまず襟足の処理ですね。襟足はいここですね。結構下まで生えてて、しかもこっちが上向いてるんで、ここをどうにかしましょう。ちなみにある程度あれですか、襟足って少しバリカンってちょっと入れても大丈夫ですか。はい、あ、 OK ということなんで、この一番下まで生えてるところっていうのはやっぱりカットライン的にすごい長くなってしまうんで、このところだけは切っちゃいます。もしこれが手触りがザラッとして嫌だっていうお客様がいたらセンニングでめっちゃ落とすんですけど、これぐらいだったらプリまで落としちゃった方が綺麗です。毛質自体は柔らかいんでそんなザラつくことはないと思います。あとはこの内側ですね、こっち側のここ、はい、逆サイドもいきます。これだけでタイトな襟足っていうのを作ることができるんで、さらにここを短くします。今日は襟足一線だけレザーカット、こうやってできる限り浮かさない指をもう首にくっつけるイメージで、でアウトラインが肌に馴染むようにレザーで切ります。こうして多分なんとなく襟足が決まらないっていうのはこういう原因がすごい多々あると思うんで、ここをちゃんとタイトにするために今日は襟足に時間をかけます。同じくレザーでカット、レザーでカットします。だいぶ馴染みのいい襟足ができたんじゃないでしょうか。ということで、はい、ここまでできたら次の段からシザーでいきますね。レイヤーを入れていくんで、さすがにレザーでレイヤー入れるのはなかなか難易度が上がるんでシザーでいきます。はい、そうしたらここ耳周りっていうのをちょっと長く持っていきたいんですけど、この耳後ろっていうのはしっかりとタイトにいきたいんで、まずここにレイヤー入れます。ここです、こんな感じ。上の方が短くなる、柔らかめのレイヤーでいいです。入れる、まあ、薬も同様、入れました。そうするとこれだけでもう耳後ろがすごい締まってきたのが分かると思うんですけど、これをセンター取ったらこの角度ですね、これグラデーションなんですけど、できる限りレイヤーに入れすぎないグラデーションのちょっと角度がしっかりしたタイプ、それでいくとトップのレイヤーにつながってくるかなと思います。あとはハの字でアウトラインと一番センターのボンドクボンのあたりをつないでいくだけですね。ここです。で最後は横スライスになるはずです。そうすることによってこうです、はい、ピタッと、これで襟足首あたりっていうのはすごいかっこよくなるんじゃないでしょうか。同じです、ボンの窪からアウトラインを設定したところまで斜めに引き出して、ハの字ですね、ハの字に引き出して最後横スライス、はい、じゃあもうちょい戻ってきてください。ありがとうございます。これだけでかなりタイトです。これで量をしっかり取ってあげる、そういう形でいきますね。はい、次のパネルいきます。切っててもだいぶここら辺がそぎも入ってないしかなり重たいんで、それが今日のお客さんいらっしゃった時のタイトさっていうのが一切ない状態になってるかなと思います。こっから上は結構ついてあるんですね。これを同じ角度でいきます。やることは全く一緒です。こうしてハの字でどんどん切っていく、ハの字で落としていく、結構ここら辺は切るところ遅いですね。はい、タイトなショートが出来上がってきます。同じくハの字で綺麗にコーミングしたらタイトに、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ真正面向いてください。中段から上切るときは真正面向いてもらうといいですね。だいぶ形が見えてきたと思います。そしたらこっから上レイヤーが結構激しく入ってたというか短めに入ってたんで、だんだん切るとこがなくなってくると思います。こんな感じでつなげていく感じですね。でサイドに行くに従って長くしていきたいんで、ちょっと後ろにワンパネル引きます。ワンパネル引くことによって前に行くに従ってどんどん長くなる、グラデーションが重くなるっていうカットラインにしたいんで、ワンパネル引いちゃいます。こんな感じ、こうして後ろに引きながら、はい、上の段行きましょう。コーミングします。はい、そしたら
はい、また同じく同じラインで切ります。で、上に行くに従って切るところがなくなってくると思います。そうすることによってボリュームポイントをこの上に持ってくることができるんですね。この状態で下が締まる。そうすることによって首が長く見える。やっぱり首が長く細く見えるっていうのがショートの基本だと思うんで、今日いらっしゃった時はね、やっぱ後ろのその首のところにすっごい重さが溜まってたんで、それを今日はカットで解消してあげる、それがいいかなと思います。はい、ここら辺後ろに引いてください。前を長くしたいんで、ウィアトゥーあたりを後ろに引いてあげる。そうするとこうです。こういうカットラインになります。ここにボリュームポイントで、しかもこの後そぎが入るんで、より上にボリュームポイントが上がってくると思うんで、同じです。ヒールでサイドに行くに従って後ろに引く。後ろに引くことによって前が重く長くなる。はい、後ろに引きます。同じく今日いらっしゃった時のお客様のカット、モデルさんのカットと逆のことをしてますね。下に厚みがあって上が軽い方で、横が短い。それと全く逆です。下にしっかりとした引き締めポイントがあって、上を重くしてあげて、でサイドを長く。じゃあトップいきます。トップなんですけど、はい、こんな感じ見えますかね。まだ切ってません。ここまで切ってトップ切ってません。本当はこの流れで長くなってくるといいんですけど、ないんで、このちょっと飛び出たとこ切るだけ。以上です。要はトップは切ってません。その代わり下のところ、ここの落ちた毛見てもらうと分かるんですけど、しっかり切ってるんだけど、トップはもう触ってない。なんでこれでカットラインががっつり変わるかなと思います。はい、横は後ろに引いて切ります。後ろに引いて、しっかりと顔周り、長さ、お顔をカバーするような髪の毛っていうのが絶対に残ってるようにして、長かったらドライで切ればいいんですよ。なんでウェットの時点でそこを切り落としすぎちゃうと何の遊びもできないし、デザインもできないんで、そこら辺は考えながら。基本後ろに引いときは間違いないです。前は短くするパターンっていうのはそんなにないです。まあ男性はあるけど、女性のカットで前を短くするパターンってそんなないかなと思います。ロングのレイヤースタイルとかは別ですよ。こういうショートのフォルムを作るカットって時、はい、そんな感じでこうです。真横から撮ってください。こうです。しっかりと襟足がタイトになるように、でトップが丸く乗っかってくるようなシルエットが大事なカットになってます。はい、サイドいきます。はい、サイドなんですけど、さあどんどん前に行くに従って長くしたい。今切ったのがここまでですね。だからほんのちょっとこの横のイヤートゥーから前下がりになってるところの延長線上、レザーで行ってもいいです。まあでもこれしか切るとこないんで、シザーで行っちゃいましょう。こうです。そうするとこの延長線上、このトップから続く延長線上で前下がりラインっていうのができます。そしたら全部パネル取ったらイヤートゥーに引っ張ると、こういうガイドに繋がるグラデーションの角度、角が出てくるんで、それを取る。そうすることによって、はい、これです。前に行くに従ってな。で、すごい前下がりなんで、これだけだと結構ざる臭いカットになるんですけど、これで乾いてからこの顔周りにレイヤー入れる。それが今時のカットですかね。はい、同じくです。多分ですけど、トップはそんな切るとこない。さっきと同様ですね。バックと同様。このイヤートゥーンとこで、はい、この角取ります。そしたらそこ、同じところに集めて、ほんのちょっと。そうすると、こういう形ですね。タイトルになってくると思います。はい、虐待同様ですね。以上です。そうすると美しいカットラインになるんじゃないかなと。やっぱトップが丸下がって襟足が締まってるっていう、それが一番いいかなと思うんで、そうやっていきます。はい、でトップ短いんで切るとこないです。 OK。 ということで、これで乾かしてドライカットとアイロン、まあどっちが先でもいいと思います。ちょっと毛髪を診断しながら、まず乾かした状態で見ましょう。はい、ということで、ノットのミストからですね。ノットのミスト、レブリンさんとリピジュアですね。で、しっかりと小さいうねりを取ってくれつつ保湿をしてくれます。で、そのままオイルですね。これもホームケアでももう絶対のアウトバスの2点になります。はい、乾かしましょう。はい、じゃあこんな感じで乾かし終わりました。こんな感じですね。だいぶ下の重さが取れてボリュームポイント上に上がったと思います。で、このレイヤーを大事にしたい。今日切ってないんですよ、実は。この切ってないところを、これですね、これを大事にしつつ今日切ったところの重さを取ります。まず形を見たいんで、トップ以外のところをブラントを削るようにトップカット。とにかくショートはチョップをまず入れておいてあげて、で、これでも重いところっていうのをセニング、もしくはスライドカットっていうのを入れた方がいいかなと思います。結構ね、ここら辺は今日削ったんでブラントががっつり入ってるんで、しっかり深めに入れる。で、元からね、今日いらっしゃった時から襟足のあたりは相当重さが溜まってたんでですね、タイトル。で、中段ぐらいまでですね、重さがあるのは。なんでトップは丸さを生かしたいんで、あんまり削らないように。結局なんかすごい残して切ったのに
ドライカットで削ったらもう本末転倒なんで、しっかりとここは中段ぐらいまでの量を取るタイトになってきました。ここら辺がタイトになることによって後頭部が丸くなります。でトップを削んないでも状態がいいという、もうちょいですね、ワンあとワンパネル、ここをちょっとかな見ながら、明らかにこういうブラントが重く溜まってるところを落とす。そうするとこんぐらいタイトな状態になってきます。でもって一個だけ削りたいところは、さっき襟足削ったじゃないですか、襟足を削ってタイトにしました。タイトにしたんですけど、襟足が下まで生えてる人って意外にもみあげも結構下まで生えてるんですね。でここがデザイン的に結構長く残りがちなんで、このもみあげのところのちょっと上まで、ここですね、このもみあげのあたり、これはもう個人差があるんであれですけど、あたりをちょっと削りたいです。もちろんここをバリカンで削るわけにいかないんで、こう耳の下部の下ぐらいでちょっとドライでレーザー入れます。そうです、そうで、この上が乗っかってくる、こうですね、2ブロックの状態になる。そうするとバランスがすごい取りやすいです。これはだからちょっと小ネタとして覚えておいてください。襟足が長い人、もみあげも長い傾向にある、まあ、もちろんどっちか片方の人もいるんで、ここは見極めてドライで少し削っときます。で2ブロックにする。じゃあチョップカットの続きいきましょう。はい、こっちで、ここも表面はもう薄くなってるんで、表面以外今日切ったところですね。そうするとまあ厚みのあるところっていうのはこういうところですね、取る、ここで取る。でこの時点でカットすることのメリット、もう一個としては、この後、ストレートアイロンします、矯正の。で、さらに、カラーします。もう一回ブローして、もう一回最後、チェックのカットすることができるんですね。なんで、すごい丁寧にカットを2回することができるっていうのは、すごい、あれですね、形を制覇しやすいですね。なんでかっていうと、どうしても、これぐらいフォルムを変えるカットって、乾かして切っただけだと、やっぱり若干のズレが出るんですけど、もう一回濡らして、もう一回乾かす。その手間ってサロンの生産性にはないじゃないですか。ただここでカットを完了させておくと、もう一回最後バランスを見ることができるんでいいと思います。こうしたらタイトになったんで、最後耳後ろですね。矯正とかする、アイロンとかする場合は耳後ろのルーツカッセニングは最後にやるんですけど、今日は表面しかアイロンしないんで、この耳後ろすっごい重さ溜まってます。根元からいきます。ここに重さが溜まってるんで、多分ここに重さが溜まってるカットってロングだろうがショートだろうがそんなにかっこよくいかないです。締まりがない感じになるから、ここタイトになると一気に変わってきます。で横から見てもらうと、まあ、襟足は若干まだ重いですけど、ショートのカットっていうのが完成してきました。で襟足ちょっとすきましょう。でブラントカットを取ったチョップカットをしてもまだ重いなと思うようなところをセニング、20目の N スペックの20目セニングですね。でかなり抜けがいいんで綺麗に毛量を落とすことができます。ある程度で止めとく、あとでもう一回ドライカットできると思うんで、ある程度で止めとくといいですね。ただこれ真正面向いてもらっていいですか、すいません。なんとなく見てもらうとだいぶシルエットがこの上に上がったと思うんで、これをよりかっこよく後で仕上げていきます。だいぶ変わりましたねここめっちゃ重かったですね、耳後ろ、はい、多分今ここ左右触ってもらうと全然違いますよね。そう、ここタイトにするとね、かっこいいんですよ。またやっぱ首が綺麗に見えるカットっていうのが大事ですね。ショートにしてからのカット迷子。わかります。多分、さ、まあ僕も今動画内で言ってる、生え際の位置と、あと毛量が思ったよりあるので、なんかそこで多分カットも結構陥りやすいシルエットになってるんで、それをちょっと無理やり変更してる感じですね。なんかこういう解説聞きながらだと面白くないですか。面白いです YouTube 見てるみたいそうです美容師さん向けに始めたんですけど、結構一般の人も、うん、はい、見ていただいて、でも最初ちんぷんかんぷんじゃないですか。わかんないんですけど、でも聞いてるとなんか楽しくて、うんうん、あ、本当いやでもそうですよね、わかります。もうなんだかよくわかんないけど、観葉植物をなんかうまく育てる YouTube とか超見ます。差し木してなんかすごいあの増やしていったりとか、違う業種のプロフェッショナルのやつって結構面白いですよね。床屋さんのなんかすごいめちゃめちゃすごいうまいバリカンのやつとか、海外のやつとかもそうだし、ずっとそんなのばっか見てますよ。忙しくてそんな日もあるんですか。あーと寝る前30分は YouTube の時間、なんか子供みたいですね寝る前30分、まあ寝る前っていうか30分だけっていうか、それ以外で見ちゃうと
僕永遠に止まんなくなって、うん、あの止まんなくなるっていうか本来やんなきゃいけないことが多分できなくなるんで、だからその家帰るのがだいたい12時半から1時ぐらいなんですよ。なんでそれまではちゃんと仕事して、でそっからシャワー浴びて寝るのが2時半3時なんで、そこまではなんとなくダラダラして。朝何時からなんですか？朝は、僕最近ジムに行ってなくて、うん、ここでなんか若干腹筋ローラーとかしてるだけなんで、うん、そうそうそう、なんかいやジム行ってなんかバーベルとか持ち上げるのって最近やってなくて、うん、本当にマットの上で自重でやってるんで、うん、だったらジム行かなくていいんじゃないと思って前は狭い店舗だったんで、うん、あの EAA とかサプリ系置けなかったんで、ここ全部冷蔵庫もあるし、だったらそんなにここでなんか軽くやっちゃってもいいんじゃないかと思って、ちょっと仕事も溜まってるんでね最近は少し。なんで朝ここに7時半です。何時間寝てるんですか？4時間。3、そうです、4時間。あでもあれですよ、だから極限まで家が近いんで、あの朝7時、6時50分ぐらいに起きて、でもう起きて朝起きてのルーティンは顔を洗って歯磨いて体重測ったらもう出ます。いやそして頭はここで洗ってあのセットしたりするんで。寝てない。あでもそんぐらい寝ると意外に調子いいですね。寝すぎると逆にやられるタイプの人間なんで、多分岩崎もそうだと思うんですけど。でも私は寝ないと生きていけない。わかるわかる。寝ないとね、なかなか。でもだんだん寝れなくなるんですよ。昔もそんな寝てる方じゃなかったんですけど、うん、でもなんかそれこそ20代前半の頃は休みの日寝すぎた時とかもあるはあるんですよ。今はだいぶなくなりましたね。朝一でこの店舗に来るじゃないですか、はい、そうすると周りのお店とかやってないんですよね、はい、もちろんやってなくて、で帰りもやってないっていう状態なんで、うん、なんか世の中にそんな人がいねえんじゃねえかと思っちゃうぐらいそうそうそう。あこれちょっと前に引き出して、前下がりで切ったものを前に引っ張ってセリングちょっと入れとくとちょっとレイヤーが入ります。こっから先の細かいところっていうのは最後の仕上げのカットでいいかなとは思います。前髪切ります。ちょっと流せるように前髪、はい、流す方向と逆に取ってセリングで落とす。長さを確認しながらセリングで落とす。で、馴染ませるように、はい、順番的にはこうです。流す方と逆、ステム高め、ステムをどんどん下げていってこうですね。この3パターンで同じく上にレイヤー入れながら押すと横に流しつつできます。で最後ここは前髪のボリュームを作りながらこっち分けにしたいなと出るんで、まあ、そこら辺はちょっと調整しながらいきたいかなと思います。でまず調整アイロンしましょう。もうブローでこんぐらい伸びるぐらい綺麗になってるんですけど、ちょっとだけアイロンしてあげるともうツヤが半永久的に伸びるまでですね、あの続くと思うんで、そこをやっていきたいと思います。お仕事休みで、はい、ああ、何曜休みなんだ、シフトする。そうなんです。僕らも今日は撮影デーです。うん、明日はお休み。よかったです。明日は休みです。よかったです。明日が今月唯一の休みと言って、まあゴールデンウィークちょっと休んだんで、うん、あれなんですけど、これ休みがちょっといるんで。かわいそう。ね。まあでも、もうゴールデンウィーク休んだんで、それで頑張れます。頑張れます。ちょっと帰ったじゃん。最後。牛の鳴声っていうじゃない、ちっちゃい声で。ちょっと待って、多分ね。聞き取れないと。もう一回お願いします。ちっちゃい声でちっちゃな要望をアピールしていく。だから毎日聞いてください。そしたらいつか洗脳されて休みが増えるかもしれない。毎日やり続けた結果どうなってる？休みが減りました。そんなもんです。まあ今だけですよ。あのセミナーとかで。出た出た。今だけ。そんな続かないですよ。出た出た。そんな続かない。もう何百回聞いた。そんなね、全国セミナーで回るなんてそんな何年もやらないから。今はね、ありがたいことにお声がかかってるんで。うんうん、どうするんですか ?60 ぐらいまで回ってたら。60になっても回ってたら。60になって回ってたら。そしたら、あなたが50近い、ね。いや、その10個じゃないんで離れてるんで。やめてください。なんでその私をちょっと年上にしたんですか？それとも自分を若くしたの？ちょっと待って、ちょっと待って。大体合ってる。あ、いた。すいません。だって話の流れでおよそ50だね。違いますもん。47だね。大事大事。いいですか？大事大事。じゃあ、この頃まで一緒に回ろう。嫌です。絶対に嫌です。かいつか行けるよ。もう自分で一人で行きます。茨城にピュッて行って。買いに行く。はい、じゃあサラサラですよ、うん、さっきいただいた貝塚を冷蔵だから冷凍だからあって、あの開けてるバックルームでの岩崎も動画に収めたかったぐらいですニヤニヤ幸せ空間です。カラー作って
きますね。じゃあ最初に見てだけでも分かりますよね。本当すごいツヤツヤですよね。もう何十年ぶりかに見てる気がして、こんな髪。すいません、失礼します。でも本当はここがもうちょい長いとかっこいいです。なんかそういう感じでは上を今日全く着てないですね。でこの下を締めていったことによってひし形になってるのが分かります、ね。はい、で顎のラインからこう行きたいんですけど、このトップの長さがちょっと上にいるじゃないですか、このコンパシ理想はこうです、この状態で今この襟足あ、もみあげあたりってそのままラインで、これがここまで伸びると完璧なひし形になるって、でも変わったと思いますよ、はい、もうすでに違う人の気がするいい感じです、はい、じゃあちょっと取りますね。はい、じゃあとりあえずアイロン終わりました。はい、もう内側から溢れ出るツヤですね。耳周りもうちょいあの厚みを取りたいなと思うんですけど、まずもうカラーしちゃいます。もうある程度ドライカットはしてかなり綺麗になってるんで、このツヤ感すごいですね。いい感じです。すごいですね、自画自賛いい感じですうるさいわじゃあカラー準備お願いします。今うるせえなやめて、あんま言うとあのこれからのモデルさん芋持ってきず来なきゃいけなくなっちゃうじゃん。やめてやめなよ、過去一喜ぶのいつも美味しくいろんなものをいただいております全部食べておりますので今日は裏でみかんジュースも飲んで、なんか愛媛の美容師さんですか、美容師さんからいただいた本館ジュースを飲みました。この間はメロン食って、メロンも美容師さんですよね。そう、茨城の、あ、ほら、ホコタのメロンですかね。光センサーメロンとか、そうです、めっちゃうまかったですよ、何ですかあの光センサーって。初めて知りました。この時期大変です、でしたメロンって感じ、ボケ始めますね。メロンって感じ。メロンって感じ。じゃあちょっと準備してもらいます。はい。ということで、アイロン終わったんで、カラーいきます。そのままカラー参加いきます。はい。薬剤紹介。はい。もう、シンプルにいきます。12シルバー、2ジビ、グリーンを3対1対10パー。まあ、鉄板のグレーカラーですね。で、少し、ちょい明るめのグレーカラー。で、根元をちょっと多めに作ってます。1剤 70g ぐらいですね。多めに作って、塗り終わったら、それの残液にトリートメントを足して、大体倍量ですね。1対1ぐらいのトリートメント、メテオとかコネクターとかを入れて大体倍量ぐらいにして 6% で作った薬剤の半分ぐらい、 3% ぐらいのオキシで作った薬剤みたいにして色素量も半分という形で伸ばしていくと、ちょうどいいグラデーションのカラーができるし、まあ、カップも2カップ作んなくていいんで結構おすすめのやり方です。はい。で、処理剤、根元メテオ 10% ですね、メテオ GL ですね、ヘリオキシル酸、レブリン酸、グリ誘導体などなどが入ってカラー剤に混ぜるだけで3熱トリートメントの効果があるっていう、もうめちゃめちゃベストセラーになってるトリートメントです。で、これも、根元の塗り終わった残液にプラス大体 30g ぐらい足そうと思ってます、毛先はね。はい。メテオのコネクタ化石ラチンですね、根元ワンプッシュだけ入ってて、毛先の時はさらに2プッシュ残液入れます。インフォームも根元ワンプッシュ入ってるんで残液に2プッシュ、根元一応頭皮保護のテンサイトです。なんでこれ持ってきたんだ、テンサイトの袋持ってくるの忘れました。いつもこういうあれに入ってます、こう蓋取るとスプーンになってるタイプ。いや、そんな映すほどのものではないなんか商品紹介みたいなどこで売ってんのとか来ちゃうね、アマゾンで買いました。いるかな。いや、超便利です。今も残があんまないけど、こうやって開けてそのままいけるんで。やめろいるかなって思って塗ります。ましょう。ここ一番最初につけてほしい。終わったらすぐ帰るとおっしゃってました、ね。はい。お、忙しい。うち旅行、ノット旅行。ノット旅行。ありがとうございます。忙しいですね、じゃあ。でも明日も休みなので。あ、そうなんですか。なのに。なのにって思っちゃう。銀座でバーって飲んでは帰らないってことです。そうですね。犬猫が待ってるので。ああ、なるほど。ペットシックになってるね、岩崎。どちらが好きですか？犬です。なんか実家にワンちゃんを飼い始めたんです。で、この前ゴールデンウィークに帰った時に会いに行って、名残惜しいまま帰ってきました。その、なんていうんですか、ホームシックならぬペットシップ、ペットシップが収まらぬ、ロス、ロス。なんか親と LINE する機会が増えました。写真とかめっちゃ送ってくれるんで、てか送れって言ってるんで、なんか親との連絡機会がすごい増えました。いいと思います。前までどんだけしてなかったっていう感じ。なんですけど、次帰った時には忘れられてるから、意外に犬って覚えてるんですからねはい、毛先の薬作ってきました。さっき言った中で抜けてたやつ、メテオのマテリアル、メテオの GL をブーストさせるかなり濃厚なタイプのメテオになります。それを3プッシュしてます。いきましょう。チャンネル登録者じわじわと増えて13万人超えましたね。すごーい。ねえ、すごい。最初やってる時なんか想像もできないところですよ。1000人超えるために最初1000人がやっぱり最初の壁だし、一応収益化って言って、まあ広告がつくの一番最初の1000人まで4ヶ
月かかったんですよ。いやだから変わりましたよね。最初800人とかの時に一回あれなんですよ、美容学校に授業に行ったんですよ、うん、授業に行って学生相手にカットとか教えるんですよ、うんうんうん、まあやる気はないですよみんな、うん、あの先生みたいな感じのやつらがいっぱいいるわけですよまあ僕も美容学校の時そうだったから、まあ、美容学生ってそんなもんで、まあもちろん真面目な子は何人かいるんだよね、いましたねすっごいもうメモとか超取る人もいれば、うん、大体の美容学校生の7割8割9割は不真面目なんで、そうそうまあそうそう大丈夫、自分も経験済みなんで、私も多分その9割の方、そうだから黒板に自分の名前とチャンネル名書いて、うん、はい登録してやってたよね、やってましたね、びっくりしてんじゃないですか今先生だよね YouTube やってん今だったら美容学校生だって登録してくれる子だって多いからいると思うよ、ね、うん、一番覚えてるのは私あの普通のハサミじゃなくてちょっとすく用のハサミで指切った子だけめっちゃ覚えてます、うんうん、なんか先に顔面双ハミにどんどんなってった子だけは覚えてます、ね、覚えてますか。いや覚えてる、めっちゃ血出てたよめっちゃ血出て、うん、どんどん一番後ろの席で顔が真っ白になっていく子がいて、その子だけめっちゃ覚えてます。美容学校授業って面白いですよやばいやつがいますから、普通にあのなんだ午後のクラスで1時からだったんですけど、なんか普通に30分ぐらい遅れてきて、えすいませんっつってラーメン屋混んでてっつってえ本当ですか。ラーメン屋食べたかったんですよねラーメンが、うん、ラーメン屋混んでた、新宿はラーメン激戦区だからね、うん、でなんか普通に言ったらあじゃあ用意してっつって、なんか怒るわけにもいかないじゃないですかそんな数ヶ月1回しか行かないのに、なんだこいつはと思ってそれで許されてたから余計、まあね、まあ、美容学校でその外部の美容師さんが来て授業っていいなと思いましたね。自分がやってる側だったんですけど、ね、あ僕が行ってた美容学校なかったんですよ。それないかもしれない。山野ないでしょ。いや山野は分かんないですけど、自分の学校もなかったなと思って。ルトはめっちゃ厳しい軍隊美容学校と、めっちゃ緩いチャラチャラした学校、パリピ美容学校チャラチャラしてなんだよお前さ、山野に何かされたのイメージ山野学生に何かされた休みをもらえない山野学生に、うるせえわじゃあこれでお時間きます。はい、はい、はい、すいません。はい、塗り終わりました。そんな感じで、表面ストレートしたんで表面はしっかりとまっすぐな状態でやって、目手を入ってるんで加温っていうあのパターンもあるんですけど、加温しないです。宿毛矯正の薬がついてるんで、ラップだけでしっかりといきたいと思います。じゃあこれで15分置いて流しです。流しの前にヨーク乳化、離島のカラーなんで残留アルカリをしっかりと遊離させることができるんで、水洗時にヨーク乳化でヘマチン、ヘマヘマですね、ジャックエッジでインフォーム入りのノットシャンプーに、はい、今日はより集中ケアしたいんでネオメテオクリームの 7.0 チェンジリンス、そのまま 4.5 チェンジリンス、どんどんレブリン酸濃度を足していくやり方ですね。でそれをやってからアリミのコアミでお願いします。はい、お疲れ様です。はい、バッチリ。ちょっとグリーンを足して、うん、あの赤みが出ないようにしてあります。はい、ミストとオイルつけます。ミストはこれさっきも言ったんですけど、レブリン酸とリピジュアセラミドで、あの毎日使うと髪がどんどん小さいうねりも取れて、さらにあの質感が良くなってきます。オイルめっちゃ綺麗に今日は絶対になるんですけど、持続するのはホームケアです。はい、しっかり頑張ってください。もう軽いですね。乾かします。おーいい乾かし終わりました。わかります？わかるすごいこれですすごいこれちょっと長い細かいカットはまだやるんですけど、多分触ると違うかな。え、これ誰のカメラ？いやいやちょっと嘘くさいけどありがとうございます。あでもそうですよね。すごいすごい、そう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 、そんな感じ。すごいこのツヤが、ツヤがね、うん、そう、これがネオメテオのストレートなんで、すごい、もうほぼトリートメントみたいな感覚で宿毛矯正ができるっていう、うん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 、しかもすっごい簡単だったじゃないですか、あの塗って、うん、ぼーっと待ってて僕らも、うんうんうん、そう、それで流してアイロンするだけなんで、すごい、さあってことでちょっと続きいきますね。はい、でなんとなくフォルムもシルエットも少し変わったのが分かると思うんですけど、細かいとこいきます。はい、横からちょっと写してください。はい、横のシルエットですね。まずはちょっとまだ下に重さが溜まってるこの中段ですね。中段部重いのとこの顔周りも重いんで、ここら辺をちょっとスライドカットしていきます。いきましょう。細かいとこはセンニングもいくんですけど、まずはスライドですね。これはもう普通にこの STR 片刃ですね、片刃の笹刃でしっかりと落としてきます。えぐるように、やっぱセニングだけでいくとこの束感っていうのは出しづらいんで、こうちょっとね時間はかかるんですけど、スライドっていうのは使った方がいいかなと思います。難しいですよね、あのスライドカットってなんとなく廃れたとか言う人もいるけど、やっぱ、まあ、セニングの
精度が上がったっていうのもあるんですけど、やっぱり僕はこの質感は好きですね。なんとなく濡れた時とかの毛束感とか、あとは風が吹いた時の浮遊感とかは、これはもう触って重いところをひたすら取っていく感じですね。こういう襟足のもうちょい重いところはセーニングじゃないとちょっと難しいと思うんで、セーニングもしくはレザーですねでいきたいかなと思いますが、いい感じ、よし、あとちょっとで、片方しか刃がついてないんで結構簡単にこうやってとりあえず閉じればスライドカットができますっていう、まあ素晴らしいハサミですね。よし、こうタイトになってきました。そしたらここですね、このアウトラインあたりも少し削りすぎ注意です。これはよく言うんですけど、ゾーンに入んないようにしてください。削ってる俺かっこいいっていう状態一番危険です。つきすぎないように気をつけながら、耳が若干透けるぐらいがかっこいいかなと思います。もうこっから先はセンスというか見極めですね。つきすぎるのが一番ダメなんだけど、重さが残ったらダサいという、もうロングと違って若干若干彫刻の要素が入ってくるんで、見て触ってしっかりとデザインをしていきます。前髪もちょっと足してあげる。あとは細かいとこセーニング、この前髪の脇が重いと結構やぼったくなるんで、ここはちょっとセーニングで削ります。だといって好きすぎるとちょっと貧相なボリュームになりやすいんで気をつけながら、あとちょっとここが欲しい、うん、もう少しです完成まで、はい、なんで逆にちょっと伸びたらこのここのここをすくだけでいいです、うん、そうするとすごいちょうどよくなると思います。ちょっとアイロンですね。メテオっていうトリートメントが入ってるんで、もうこんなツヤツヤなんですけど、メテオはアイロンをすることによってさらにツヤを出すことができます。それが、しっかりと持続する、まあ、メテオこのアイロンのツヤが持続するというよりは手触りとか質感っていうのが持続するんで、今もうこのぐらいのツヤ感がすごいですよね。黒だけで出てるんですけど、これよりももっと上に行きたいなと思います。よし、で徐々に丸くしながら、でショートなんで今日はちょっと小さいアイロン使います。で少し丸みをつけながらアイロンしてあげるといいですね、うん、ご自身でやるときも前髪はした方がいいですね、うん、今日ちょっとストレートかかってるんで、うん、ブローだけでもいけるとは思うんですけど、やっぱり少し丸さをキープしてあげるといいかなと思います。なんとなくアイロンでやるときはちょっと大げさに丸くしてみてください、うん、こうしたらぐーっと大げさに丸くしてあげる、うん、こういう感じですね。そうしてあげることによって後でバームとかつけたときすごい形がかっこよくなるんで、うん、ちょっと大げさで、このここら辺でストレートしてないじゃないですか、横とか、うん、ここら辺は若干タイトしてあげる。で8より上、この横とかは若干ですけどタイトにしてあげて、8から上が大げさに丸く、うん、ですね。どうしてもね、あのトップがぺったりしちゃうとすごい年齢感じちゃったりするんで、うんうん、こういう上の方は結構もうこの根元触ったぐらいからも丸くしてあげる。そうするとボリューム感がどんどん出てきます。自分でやるときはこうやって挟んで根元温めたらもういきなり丸くしちゃう。そうするとこうふんわりしてくるんで、まあもちろんねさらにツヤ感も出るし、うん、でこうやって根元温めたら、で大げさに丸くするとさらにトップがああもうちょい長さ欲しいなっていうのが分かると思います、うん、これが今ちょっとここじゃないですか、うんうん、ここなんです。あ、分かる。そうそう、なんとなく分かります。でもすぐですよ、ぶっちゃけあと1ヶ月です、うん、じゃあまあパッパッパッとやっちゃいましょう。メテオストレートとメテオカラーの組み合わせがもう結構最高の、中学生みたいなツヤ出てくるんで、うん、本当に質、ね、の時のいいですよね。うん、その見たことない、うん、本当にもう何十年もでも思ったより茨城は僕結構毎年セミナーしてるんで、うん、できる人多いと思う。なんか他の地域よりは茨城と前橋はめっちゃ多いはず、うん、はい、メテオ取扱いサロンのホームページがあって、それでご自身の住まいの近くのメテオっていうのが一応概要欄に貼ってあるんで、なんかそういうので家の近くのメテオサロンっていうのも探すことができる。リンクバームです。よく手で温めます、めっちゃ温めます。でまず全体の毛先に少しつけます。バーッとつけて、
こうすると全体上がちょっと無理やりに曲げた方がかっこいいのが分かると思うんですけど、パーッとつけたらちょっと首グッと下見てください。すいません。よし、一回取って、はい、で持って指で整えていく。ここら辺の厚み出たの分かります、うん、そう、少しパートを変えて厚み出しつつ、厚み出しつつちょっとだけ動きを、まあ、ショートなんです。軽いスプレーは終わった方がいいです、ね、よし、さあ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 、いい感じに対応です、さあこうなって、あーそうこの襟足ですよね、うんうんうん、首がやっぱり長く見えません、うんうんうん、で細く見える、うん、そうそうそう、後頭部がふんわりすることによってこの首がタイトにできるんで、違うもこうです、うん、すごい全然違いますよね、うん、今日いらっしゃった時ここが一番溜まってた、首が太かった太くはない、太く見えた、うん、そう太く見えたんだけど、それを細く見えるためにはどうすればいいか、でここのトップのこれは全く切ってないんです、要は内側を削って削ってっていう形になってるんで、これが頭を小さく見せるカットです。お疲れ様でした。バチです。ありがとうございました。はい、じゃあそんな感じで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。以上です、終わりです。はい、終わりは一緒普通に終わる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。いもピヨって言いました。ニューヘアじゃないですか、こっちのチャンネルで。あ、違いますっけ。あ、そうかも。どうですか。栄冠です。誰がカットしたと思って。当たり前だろ。 NAGATO。考えないとアルファベットが出てこない。あれ GO って言うのやつ、名ごとになっちゃう。名ごとあれと。はい、そんな感じで今日もバッチリショート可愛くなりましたということで、また次の撮影に向けて頑張りましょう。バイバイ。カイツカ食べます。カイツカ食べて、いもいも、いもいも。